続きをやろうと思ったんですけれども、重大なお知らせがございます。プレステ4の、電源が急に落ちまして、今までのセーブデータが全て消えてしまいました。ということで、前回の続きをすぐにプレイすることができず、今、秋山編からやり直している最中でございます。で、メインストーリーだけを、急ピッチで今進めている段階でございまして、第1部の3章の終わりぐらいまでは今来ている段階なんですよ。で、まあ正直前回、投稿した、場面でもう動画のストックというのはなくなっていたので、続きをすぐに投稿することが、実質不可能な状態となっておりますが、急ピッチで今進めておりますので、いつ前回の続きが投稿できるかわからないですけれども、とりあえず今、秋山編がまあ後半ぐらいにはなっているんですが、ちょっと振り返った時に、ちょっと秋山編で実は録画失敗して動画にできなかった部分があったんですよね。少し触れてたと思うんですけれども、3章の終わりと、3章の終わりですね。その4章に入る前の場面。あらすじから言うと、秋山の店、エリーゼにリリを連れて行って、リリことヤスコを連れて行って、そこで3日間働いてもらうという話があったと思うんですけれども、1日目が終わって、チャンピオン街に2人で行くという話があったんですけど、そこ、動画で投稿せずに終わってしまっていたので、ちょっとその場面、見せようと思います。金で人が幸せになれるんだったら、俺が君を幸せにできるのかな。
どうして避けなかったの？どうしてだろう。なんとなくあなたならいいかなって思っちゃった。あなたはどうしてキスしたの？なんでだろう。でも5年ぶりだよ、こんな気持ちになったのは。別れた恋人の話？ああ、でも振られちゃった。本当に？どうして？さあ、あの頃俺にお金がなかったからかな。おうおい、見せつけてくれるじゃねえか。俺たちにもサービスしてくれや、姉ちゃん。また柴田組か。あんたらも懲りないね。なめた口聞いてんじゃねえぞ。柴田のこと分かってて喧嘩売ろってのか。そうだそうだ。柴田組のことならよく知ってますよ。東商会の直系って肩書き振りかざしながらも、二次団体の中じゃ常に末席に位置する万年窓際族だ。おこら、なんだとこのガキが。予定にはなかったが構わねえ、ぶっ殺してやる。
Huh?